ケリー？ん？ジョリーか？いいえ、B よ。がっかりした？ああ、悪い。お前らのそれがどういう仕組みかわからなくてな。何か私に用があるの？仕事のオファーさ。お前にうってつけのがあってな。早朝にグレートマラグラの角に来い。詳しくはそこで。分かった。Walk.What?
愛なのか？いつものところに置いといたから。そうか、ありがとう。急げばまだ一吸いできるかな。お前を見たときすぐに分かった。こいつは大した玉の持ち主だってな。この仕事にはとにかく根性のあるやつが必要なんだ。玉はいいから運転に集中しろと言ってやれ。こいつにハンドルを握らせると大抵ろくなことにならねえ。この車は俺のじゃない。このために借りたんだ。ぶっ壊れてもいいようにな。そういう計画か。だと思ったよ。で、具体的には何をする気なの？B、この町はイカれた連中の巣窟だ。お前にはこのろくでもない我が町を正す手伝いをしてもらいたいのさ。意味がわからないんだけど。アスクラックスってアイドルグループを知ってるか？電波系だかエレクトロポップ系の日本人3人組だ。大した腕もないくせにアジアじゃ人気らしい。で、そいつらが NUS ツアーのプロモーションで俺の曲をカバーすると言い出しやがった。信じられるか？そんなふざけた真似許せるわけがない。その子たちが気に入らないのは分かったけど、理由は？理由？説明する必要あるか？ああ、まあいい。すぐに分かることだ。それより計画の話をしよう。アスクラックスの機材を積んだトラックがここを通るって聞いてな。20世紀のオールドスクールよろしく。そいつをドカンと吹っ飛ばしてやるのさ。機材がなけりゃライブは中止せざるを得ない。ケリーが自ら動くとはな。昔は弁護士軍団に面倒事を全部任せて、自分はプールサイドでケツを焼いてたのによ。相当気に食わねえみてえだ。トランクのものを出してくれ。わかった。ここは DJ のアイビー・コーマが殺された場所なんだ。知ってたか？クロークで姿を消した AV が彼女のリムジンをつけて車ごとコッパみじんにしたのさ。だが本当の標的は彼女じゃなくバイオテクニカのコーポだった。見つかった死体の状態からすると二人はよろしくやってた最中に言ったらしい。ここに仕掛けろ。よし、身を隠せ、早く。
次は？ひとまず待機だ。トラックの乗員は武装してる？ハッスルが乗ってる可能性は？正直に言うとだな、全くわからん。まあお前なら何とかしてくれるだろう。出たとこ勝負ってわけね。それなら慣れてる。来たぞ、時間通りだ。よし、運転手は任せろ。お前は横のやつをトラックから引きずり下ろせ。何のつもりだ。頭いかれてんのか。さっさと降りろ。両手を広げて地面に伏せるんだ。降りろ、地面に伏せな。おい待ってくれ。黙って、さっさと伏せな。銃を下ろせよ、話し合おうぜ。黙って従え、すぐに済む。ったく、何なんだ。 B、 アクセスカードを奪え。動かないで。後ろを開けろ。バカな真似はしないでよ。そのまま動くんじゃねえぞ。中どうだ。数十万エディはくだらない機材よ。捨てるのはもったいないんじゃない？何言ってんだ。俺は抜き気なんてやらない。おいおい冗談だろ。俺の弦をくすねまくってたくせに自分じゃ一度も買ったことないんだぜ。さてと、それじゃお前らはとっとと消えな。振り返るなよ。聞こえなかったか？行けっつってんだろ。いよいよグランドフィナーレだ。こいつを全部クロームとプラスチックの燃えカスにしてやろう。了解ボス。派手にやれよ。そこそこ楽しかったし、派手にやったのはいいんだけど、こんなことして何になるの？あの小娘どもが俺の曲で人儲けできると思ってんなら、そいつは大間違いだ。俺がここまでたどり着くのにどれだけ苦労したか分かるか？どれだけの犠牲を払って成功をつかんだか？あんなポッドでが人の曲をパクろうとしてるのを黙って見過ごせるとでも？ずるずるしいやつなんだ。まだ成功にこだわってるのか。キャリア昔からそればっかりだ。なるほど、ナイトシティの流儀を教えてやったってわけね。その通りだ。ようやく分かってくれた。さっさ、ずらかるぞ。運転を頼む、振り切ってくれ。
16 from Antipore flavors you'll love to mix.2020年以来だ。そん時もジョニーとだった。俺たちは意識が宇宙にぶっ飛ぶとハイだったのに逃げ切ったんだ。そんな丸けどもに捕まるか。俺を舐めるなよ。振り切ったな。大枚はたいて雇う価値はあったようだ。最高だったぜ。まだ 1AD も受け取ってない。カーに助けを下ろしてくれ。
ターと一緒にコーヒーを飲めるなんて断る理由はなさそうね。侍が駆け出しの頃は金なんて全部ギターや弦に消えてったもんだ。ジョニーはいつも俺の弦をパクるしな。よう、レイチェル。いらっしゃい。この場所にこの匂い、どうも覚えがあるな。誰かを探してるの？目が見えないのか。このカリエンテにはほとんど毎日通ってたんだ。飯代なんてほとんど残ってなかったのによ。むさぼり食っちゃコーヒーをガブ飲みしてたな。ジョニーがよく言ってたよ。空腹と肺が限界を超えると段ボールも美味しく食えるって。冗談だけどな。いつものでよかったですか？ああ、ジャマイカンブレンドのダブルエスプレッソ。砂糖も何もいらない。はい、お連れの方は？彼と同じの。では、少々お待ちください。ふぅ、まだ興奮が収まりきらないぜ。マジで最高だったな。こんな気分はメンフィス以来だ。最後のツアーの最後のライブさ。観客のあの熱気、俺はステージに立って、くそ、アースクラックスのこと思い出しちまった。メッセージは伝わったと思うか？行き下がらなかったら私に言って、別の方法で思い知らせてやる。ありがとな。これで懲りてくれりゃいいんだが。じゃないと、ジョニーの野郎の言った通りになってたまるか。ジョニーが何だって言うの？昔、金と名声のために侍を抜けたって責められたことがあった。実際は違うと。いや、正直その通りだ。でもあいつはさらに企業の犬になり下がるのかって言いやがって。ああ、それを認めたくないのね。アスクラックスを見てると自分もただの作り物でどっかに値札がついてんじゃないかって気がしてくる。あんたとは知り合ったばっかだけど、あんたからは正真正銘のロッカーの魂を感じる。それに見合う玉もある。ありがとな。この街は生きたまま人を食らう怪物よ。でもあんたはここまで生き延びた。そんな風に考えたことはなかったが、その通りかもな。もう行くよ。ありがとな、いろいろと。お安いご用よ。おしらいはできる。当たり前でしょ。ここどこだと思ってるの？
だけど先週3人目の配達員が撃たれちゃって、最近は代わりもなかなか見つからないから。で、注文は？用意はいいか？行くぞ！ラズ、正義のない奴に容赦はしない！今日の気分、台無しだよ！スイスの巨大企業であるムーアの広報および法務部は迅速に事態を鎮静化、疑惑を報じたジャーナリスト。Stopping me one way or the other, I get what I want. No, I'm on the block. You could never do this. You could only.
hitting licks. These are all hits, you just hit and miss. I'd be a rapper, you Christmas kid. I smoke a pack, you just wish you did. Damn, I keep a tool on my waist. Hey. I am no to the game. No, I got the clues they be way close. Wherever I step is the same zone. Korea. 車の下よ。下よ、これ。すごいマシンね。あら、なかなか見る目があるのね。この子はビーストよ。私の自慢のマシン。冷蔵庫にビールがあるから。ありがとう。で、要件は？ドライバーがいるの。で、どうしたの？もう話せる？私がドライバーってことは、あんたはナビ役？ちょっと違う。このレースにはドライバーとガンナーが必要なの。あんたの車だし、あんたが運転すればいいんじゃないの？私は整備士よ。銃もそれなりに使えるけど、ラリーレーサーにはなれない。あなた、運転は得意なんでしょ？よし、わかった。ドライバーは任せて。レースは全部で4つ。まずはシティセンターから。バッドランズ、サントと続いて、最後はワトソンよ。何か商品はあるの？1位には賞金が出る。その時は半々ってことでいい？待ちきれないね。レースはいつなの？まずは予選を突破しないと決勝に参加できない。条件は？2レース以上で3位以内に入ること。じゃ、シティセンターで会いましょう。詳しくはそこで話すから。エンジンのうなり声をたどればレース会場に着くはずよ。わかった。まったく。ジェームスのお兄さんがアーリーリタイアしたんだって。Oh!
家族に伴うミュージカル地上戦争が待望の再演。この辺で何かニュースは？あまりないね。でも一つ言えるのは、警察署の隣で商売するのはやめといた方がいいってことだ。パトカーのサイレンは鳴りっぱなしだし、しょっぴかれたろくでなしどもの悲鳴が気持ち悪くてさ。何か普通のとは違う変わった武器を置いてたりしない？そうだな、 DR-12 クエサなんかは軽くてコンパクト、音が静かで殺傷力も期待できる電磁ピストルだ。クラシックなのにこだわるならクラッシャーもいい。反動がマジパないぜ。にしてもあんな美しい最高傑作をもう生産してないなんてな。もっと汎用性の高いのが良けりゃ、カンタオのディアンはどうだ？ロックオンシステムの精度が高いから目を閉じててもガンガン撃てる。何があるか見てもいい？もちろん、ごゆっくりどうぞ。
どうしたらいい？何でもするから。その調子じゃ日が暮れるぞ。考えてばかりいないで早く進めろ。¡Tinos! La chingada como uno.
ちごいしてほしいの。どういうつもりだ。Chingadazo. Eso te になんか行かないぞ。あまり近づきすぎないでくれるか。お膝をコレクションしてるの。7つ持ってるよ。
よし。で、話の続きだが。クロームを見てもらえる？もちろん。楽にしてくれ。
インプラントをしてないみたいだけど、それって歯がない歯医者みたいじゃない？別に今まで苦情を受けたこともないし、関係ないだろ。まあいいさ。
どうぞご乗車ください。わかった。ヤービー、ジェファーソン・ペラレスだ。妻のエリザベスとはもう話したな。で、何をしてほしいの？カーター、出して。実に単刀直入だな。天気の話をしたり、美味しいラーメン屋の情報を交換したの？まあ、別にいいけど。いや、いい。では本題に入ろう。エリザベス。知ってると思うけど、ルシアス・ライン市長が最近亡くなったでしょ？どのように、どうして死んだのか、すべて知りたいんだ。確か、ラインは死ぬ数日前に、誰かに殺されそうになったはず。 NCPD は関係性を否定してるわ。ただのサイバーサイコによる襲撃だって。市長は自然死したって言ってるの。ラインは自宅で心臓インプラントの不調が原因で亡くなった。事件の報告書にもそう記載されてるわ。警察が間違ってるって言い切れる証拠はあるの？ラインは亡くなる前、 NCPD の予算を削減したの。それで恨みを買ったのかも。サイバーサイコ襲撃の様子が BD に残っている。警備主任がスキャンしたけど、特に不審なものはなかった。でも中身は生データだから、 BD エディターに見てもらいたいの。ブレインダンスは今日中に元の場所に戻さないと、いろんな人に迷惑がかかるんだ。引き受けてくれるならすぐにでも見せよう。わかった、やってみる。よかった。どんな情報でもいい。市長の死の真相に少しでも近づきたいんだ。よう、元気か？いやいや、なんであんたがいるのよ。俺の脳でもあるんだぞ。今回は女の尻ばかり取るんじゃないぞ。市長から目を離すな。いいか、これは死の記録なんだ。死にふさわしいものを取ってくる。
そこで止まれ。 NCPD のリバーウォードだ。警察か。どうします？緊急の要件なんだ。市長の警護責任者に話がある。会見の後にしてくれ。こいつの死体はモルグからうっかり消えたんじゃないか。そして次の日には財布が熱くなった警官がいたはずだ。まだ適当に出任せ言ってるの？俺ぐらいいろいろ経験してるとわかるんだよ。人なんてどこに行っても変わらねえ。なるほど、出任せなのね。どうせラインにごますりしたかっただけだろう。カツラをつけたイギリス人が叫ぶやつだ。首を落とせってな。知らないなら知らないって言えばいいでしょ。ホルトって誰？さあな、ゴミに違いなんてねえだろ。二度目の会見です。そんなに頻繁にやる意味がわかりません。だからお前は市長になれないんだ。今必要なのは透明性だろう。いろいろと手を広げすぎれば。今夜はゆっくり休むさ。レッドクイーンズレスの部屋は取ってやるな。ええ、もちろん。よし、行っていいぞ。まず行っていいぞ。練習をする。会見の後にしてくれ。この曲聞いたことない。曲？あいつの鼻歌。曲とは呼べないだろう。かなり入れ込んでる。
もちろん。よし、行っていいぞ。練習をする。みんな襲撃の直前に立ち去ってる。まるであらかじめ計画されてたみたい。考えすぎだろう。単にあのサイコ野郎が機械をものにしただけだ。今回は女の心配だぞ。あいつが通った時、ターミナルがクラッシュした。グリッチは偶然じゃない。もっとすごい偶然なんていくらでもある。例えば？ある女とやった後、別の女とやったら実は一人目の妹だったとかな。本当にあった話？いや、可能性の話だ。死について調べてる。なぜだ、警官じゃないだろ。
ジェファーソンとエリザベスに雇われてるの。市長候補が前市長の死因について嗅ぎ回ってるのか。興味深いな。こっちが得た情報もなかなか興味深いけどね。俺はチャビーバッファローに行くところだ。すぐ行く。何だ？リバーウォール？お前は B だ。相棒のハンク。とにかく会ってくれたり。傭兵と協力するというで。まだ決めたわけじゃ。とりあえずラインの死について知ってることだ。手を引けと言われたばかりだろう。とは言わせれば負けつきでな。ボスの言葉が聞こえてなかったんならせめて友人である俺のアドバイスを聞け。別に何もしてないだろう。コーヒーを飲んで噂話を聞いてるだけだ。お前はいい。スキリしろ。俺は関わらないからな。娘を迎えに行かなきゃいけない。あとせめてもっと人の少ないところで話せ。よし、話せ。ハンケージは傭兵が嫌いみたい。気を悪くするな。あいつはみんなが嫌いなんだ。娘以外だ。話がある。襲撃の前、ラインの上に何か伝えようとしない。何だったの？ハンの言う通りだ。ここは声が響きすぎるな。外の車は。わかった。サイコだよ。連行したはいいが事情聴取する前に消えたんだ。たったそれだけでわざわざ市長に警告しようとしたの。正義感が強いにも程があるんだね。まるで恥じるべきことだと言わんばかりだな。そうじゃないけど、あんたみたいなタイプは珍しいから。ホルバースが消えたってどういうこと？何が起きたの？誰かが奴を留置所から出してやったってことだ。先に言っておくが、それが誰なのかはわからない。今度は俺が質問する番だ。
なぜペラレスは今さらこのことを陰でこっそり調べている。ホルトの評判を落とすつもりなのか。ホルトが関係してるのか。さあ、でも市長が殺されたなんて補佐役としては十分失態でしょ。レッドクイーンズレースって知ってる？聞いたことは？さあ、あるかもな。ラインと関係あるのか。死ぬ前日そこに向かってた。いいだろう。情報屋に会いに行くぞ。お高く泊まったクラブだってだけで場所もわからないが、そいつなら知ってるかもしれない。その後ホルバースの上司と話をする。いや、先に上司に会ってもいいな。お前次第だ。上司が先ね。あれだけのクロームを変えるってことは高級取りでしょ。サイバー細胞を抑える薬だって持ってたはず。どうも腑に落ちない。わかった。誰を探してるんだっけ。サイバーサイコの上司クリスティーン・マルコフ42歳。ホルバースの雇い主らしい。唯一の知り合いでもある。ビッ